はい、こんにちは。体感デザイナーの山田です。本日はですね、体感が不足すると〇〇ができないっていうことについてちょっとお話ししていこうかなと思います。はい、今回の、その体感っていうのは何かって言いますと、インナーユニットのことなんですね。で、インナーユニットって何かって言いますと、横隔膜であったりとか、腹横筋であったりとか、あと、多裂筋、骨盤底筋群とかっていうような、この辺の、インナーユニットの、体幹のことなんですけれども、これがうまく働かないと、何かができないっていうことなんですね。で、何かって言いますと、今やってるんです。はい、そうです、正座なんですね。で、この正座の姿勢がうまくできないっていうのが体幹が不足すると起こることなんですね。はい、じゃあうまくない正座、体幹がこう働いていない正座って、じゃあどういう正座かって言いますと、ちょっと一回やってみます。で、例えばこの綺麗な姿勢の、正座っていうのは、骨盤がしっかりとこう前に前傾して、で、骨盤がしっかりと骨盤がしっかりと立ってる状態なんですね。で、これをキープするっていうのが、この腹横筋、周りの腹横筋であったりとか、骨盤底筋群とかのインナーユニットなんですね。で、それプラス、しっかりとこの肩を張れるっていうのが、菱形筋っていう、肩の、インナーの、筋肉、背中ですかね、背中の、インナーの、筋肉なんですけれども、これがしっかりとキープできるっていうのが、インナーがしっかりと働いている証拠なんですね。で、このインナーの働きがうまく働かないとどうなるかっていうと、こういう感じの、少し姿勢が丸まったような、形になるんですね。なんで、このインナーユニットがうまく働かないんで、逆に骨盤が後ろにこう後傾倒れまして、で、肩がしっかりとこう前にドーンと伸びてしまうと。はい、で、これが、インナーがうまく働いていない、正座なんですね。同じ正座なんですけど全然違いますよね。しっかりと骨盤を前に前傾をさして、肩をしっかりと張れるような状態でこう正座をしているのと、骨盤が後ろに倒れてインナーを働いていない、インナーを働かせていない正座なんですね。なんで、しっかり と、この骨盤を前に倒して、上体をしっかりとこうまっすぐにこうキープできるっていうのが、インナーがしっかりとこう働いている正座なのでね、ぜひね、この正座をした時にしっかりとこの体勢を作れているかどうかっていうのを、チェックしてみてください。はい、で、例えば、周りがこう正座をしている時とか、特にこのチャンネルでは結構トレーナーさんとかもね、見ていただいたりしてますので、この一回こう正座をこうしてる場面とかに出くわした時に、しっかりとこの上体がしっかりとこう前にまっすぐにですね、上体がこうまっすぐにこう立てているかどうかっていうのを、こうしっかりと周りを見渡した時にできているかどうか、チェックをしてみて、ちょっとこう姿勢がこう前かがみになったりとか、背中丸まってるなと思ったら、ちょっとじゃあ、この人は、ちょっと体幹のインナーユニットがちょっと、甘いのかなとか、鍛えた方がいいのかなっていうような考えを持ってもね、なかなかいいかもしれないです。はい、あとはそうですね、ちょっと肩の方の話になるんですけれども、しっかりと上体はキープしてるんですけれども、肩がこんな感じで前に倒れてるっていうのは、しっかりとインナーユニットは働いてるんだけども、じゃあ肩のインナーがしっかり と、働いていないんで、じゃあ、ちょっとこう肩のインナーとかをこう、鍛えた方がいいのかなっていうような考えができるかなと思います。はい、なんで、今回はその正座、なんですけれども、この正座が、インナーユニットがこう働いてるか働いていないかっていう、一つの、チェックできる、メニューというか、チェックできるものだと、思ってもいいんじゃないかなと思います。はい、ただ、あくまでこれができないからって言って、インナーが絶対にこの人は使えていないというわけではなく、あくまでその、チェック、インナーをこうチェックできる一つとして捉えてみてもいいんじゃないかなって
というふうに思いますんでね、ぜひね参考にしてみてください。本日は以上になります。ご清聴ありがとうございました。